古典朗読平家物語24年にわたって牽制を欲しいままにしていた平家一門は壇ノ浦の合戦に敗れ名のある侍金達たちは次々に受水安徳天皇も神義の剣とともに海底へ没死去った生け捕りとなった平家の棟梁宗盛も 子息清宗と共に鎌倉へ送られ頼朝への命乞いも虚なしくその木と近江の国篠原の宿にて斬られてしまうそして先だって一の谷で捕らわれた本山民の中将重衡も東大寺大仏殿を焼いた報いとして奈良の大主たちに引き渡され宗盛たちと同じ末路をたどろうとしていた。 尾崎四郎「現代語訳平家物語第」第十二巻のられ御山味の中将重衡は伊豆の鹿野助宗持のもとに預けられたままになっていたがんとの大主が しきりにその処分を迫ってきているので頼朝としてもそのままにしておくこともできず源山未入道頼政の孫伊豆のクランドの大夫頼金が守護して奈良へ連れて行くこととなった都へ入ることは許されなかったので大津から山科大吾を通ることとなったこの道筋からは重平の北の方 大言の繁平が生け捕られた後も先帝に従って壇の浦まで行き先帝の受水に続いて受水しようとするところを源氏の武士にとどめられてやがて京に帰り日野に住む姉の大夫三味に頼ってそこに落ち着いていたが風の頼りに重平京のことを聞くにつけても 恋しさは募る一方であったがそうかといって会うことはもちろん思いのほかのことであったからただ終日泣き暮らしていたのである重平は日野のそばまで来ると一目奥方に会いたい気持ちをどうしても押し隠すことができずに守護の武士に申し入れた道中いろいろと親切にしていただいて 誠にうれしく思っておりますが、ひとつわがままをお許しくださるわけにはまいらぬか。と申すのは、私、子は一人もおらぬ身ゆえ、その方の気遣いはござらぬが、ただ、長年連れ添った女房が日野にわび住まいを続けていると聞いております。伺いますれば、ここから日野にはほど近いとやら、せめてこの世にあるうちに、いま一度会っておきたいのですが。 しばらくお許し願えるでしょうか涙ながらに頼む重衡に警護の武士も胸をつかれて快く許した「大納言の助の局はおいでになりますかただいま奈良へおいでの途中重衡卿が立ちながらでもお目にかかりたいと申されておりますが使いの者の口上を聞いた時大納言の助の局は 自分の耳を疑ったのであったがすぐに走り出すと日頃の慎みも忘れてどこにどこにと叫びながら縁先近くへ飛び出してきたそこには相づりのひたたれに折ぼしの色の黒い痩せた男がじっと立っているのであったその人こそ奥方が夢にも忘れたことのない重衡であった 夢ではござりませぬのか普通つつであったのですね助殿はそう言ったままあまりの変わり果てた夫の姿にただぼうぜんとみとれていた重平は涙ながらに話し出した去年の春一の谷で討ち死にするつもりであったのが生け捕りにされた上さらし者にまでなり 今度は奈良の大師の手に渡されて斬られることになったのじゃ。せめてもう一度そなたに会うことができればこの世に思い残すことはないと思っていたのだからもうこれで死んでも惜しくはない。何か形見と思うのだが出家も許されぬみでのう。寂しく笑いながら急に思いついたらしく重平は。 額にかかる髪の毛の口あたりまで届くところをひとむら食いちぎって渡すのであった。私とてもお別れした後はどんなに死んでしまおうかと思ったもののこの世にないのとはことかわりひょっとしてもう一度お目にかかれるかもしれないとそればかりを楽しみに生きながらえてきたのでございます。でもそれも今日限り。 あなた様のいないこの世など何の未練もなくなってしまいます。今まではとにかく生きておいでだということが心の支えになっておりましたが明日からどうやって過ごしてよいのかわかりません。と重衡にすがって泣くのであったそれにしてもそのお召し物ではあまりにみすぼらしいせめてお召し替えだけでも。 北の方は合わせの小袖に上衣を添えて差し出した衣服を取り替えると重平は今まで着ていた仮絹を差し出した「こんなものでも形見になろう持っていてくれ」「せめて一言何か書いてくださいましたらもっと嬉しゅうございますが北の方はすずりを差し出した」 重平はすぐ筆をとって「せきかねて涙のかかるからころも」「後の形見に脱ぎぞ替えぬる」すると北の方の返り歌は「脱ぎかうるころもも今は何かせん」「今日限りの形見と思えば」 絵にしあらば再び来世でちぎり合おうそなたも一つ八つに生まれるようよくよく祈っていてくれそろそろ日も暮れてまいったあまり待たせても悪いからのでももう少しもう少しいてくださいませいやいやいつまでいても同じこと余計別れがつらくなるわしの 心持ちも察してくれどうせ逃れられぬ身じゃ一時長居すればするだけ心が乱れるだけじゃまた来世で会おう」心強くも言い切って北の方の手を振り払うようにして門の外へ出た時には目の前がぼーっと霞んで何も見えなかった。 これがこの世の最後の別れと思えばもう一度顔を見声を聞きたいと腕を引きちぎられるような思いであった北の方が泣き叫ぶ声は遠く門外まで聞こえてきて一層重平の足を鈍らせるのであったむしろ会わねばよかった生じ顔を見たばかりにと思うと 今度は会ったことがかえって口惜しくく思われてるるのである奈良へ向かう道々重衡はじっと押し黙ったまま悲しい思い出にふけるのであった重衡の身柄を引き取った奈良の舟人のうち決起に流行ったものは「のこぎり引きだの生き埋めだの」の極刑を主張するものも多かった。 しかし良識ある老僧たちはこの残酷な意見を押しとどめた「確かに重平卿は大盆の悪人で仏法の敵であるが」と言ってそれではあまりにも僧との身として穏やかでないこれは警護の武士に任せてコツの辺りで切らせるのが良いと思うが結局老僧の意見が通り重平は「 再び武士の手に返された当日になると重平京が骨川のほとりで斬られるとの噂を伝え聞いた人々が何千人も見物に押しかける騒ぎであった重平が京へ来た時いろいろと昔の恩を忘れずに仕えてくれた無垢馬之丞友時はこの日も最後を見届けようと 馬を飛ばして駆けつけてきた彼が形状に着いた時重衡は今まさに斬られようとしているところであった友時は人混みをかき分けかき分け重衡のそば近くに近づいていった「友時でござります」「殿のご最期を見届けんものと思って参ったのでござります」「何か友時の役に立つことでもありましたら」 何なりと仰せつけ下されませありがたいぞ友時そなたの志いつまでも決して忘れはせぬあまりに罪深い身ゆえせめて仏でも拝み立てまつることができたらと思うのじゃがそれしきのことならお安い御用でござりますしばらくお待ちを友時は守護の武士と相談して 近くから阿弥陀仏一体を借り河原の砂の上に置いた友時は自分の袖のくくり紐を解いて仏の御手に片端をかけ重衡にもう一方の端を握らせた重衡は仏に向かって言うのであった重衡が大逆の罪を犯しましたのもこれ皆 私の心からではござりませぬ。この世に生まれて亡命を拒否し父の命に背く者がおりましょうか。いずれにしても決して辞することのできぬ命令であることは御仏もご承知下されましょう。罪はたちまち報いとなって現れ今や私の運命も突き果てようとしております。後悔千番。 悲しんでもなお余りあるところですが唯円行為逆足是順の文句は肝に銘じております一年未打仏即滅無量罪願わくは逆縁をもって順延となし最後の念仏により極楽往生の遂げられんことをお願い申します高らかに念仏を唱えて 首を差し伸べた。重衡の顔は安らかであった日頃の悪行の報いとはいえこのありさまに涙を流さぬものはなかった敬語重衡の首は自称の戦に伽藍を焼き滅ぼした時に陣を敷いた半女ジの大鳥居の前に釘付けにしてさらされた。 重平の切られたことを聞いた北の方は首はなくともせめてムクだけでもと腰を持って引き取りに行ったムクはそのまま瓦にさらされていたちょうど時効が暑い時で生前美しかった死体も見る影がなく腐りかけていた北の方の気持ちはどんなであったろう やがて崩壊寺という寺でこれをダビに伏したやがて首も大仏の聖り春城坊に頼んでもらい受け同じようにダビに伏したその後北の方は出家して夫の御世を弔ったと言われる大地震 長らく戦王を極め乱脈の限りを尽くした平家も滅亡し京の町をはじめ諸国各荘園とも次第に秩序が整い人心は安定し始めていたようやくこれで平和な世の中が来ると上下規戦の別なく喜び合うのであったところが7月9日の正午ごろであった 突然大地が揺れ動いた。地震であった九十の塔も六十までが振り落とされ三十三軒の御堂も十七軒までが倒れ皇居をはじめ諸々の神社仏閣から一般の民家に至るまで倒壊するもの数知れないありさまであった雷のように恐ろしい音を立てて舞い上がるちりは 煙のようであった太陽の光は見えず夕暮れにも近い暗さであったこの地震は京都ばかりか相当の遠くにまで及び大地は避け山は崩れ海は大津波が荒れ狂い人々は逃げる場所もなく埋もれて死んだ人は白川六原の辺りにも何人いるかわからなかった。 地震の起こった時法王はちょうど今熊野へ御参詣のところであったが周囲に死傷者が続出したので急いで六条殿へお帰りになった。主情も法蓮に乗られ急いで池のほとりまで出御になり法王は南帝に幕を打ち回して避難なさった。女院各宮方も車にお召しになり それぞれ安全なところへ避難された天文博士たちが参大すると今夜十時十二時には必ず揺り返しが参りますという報告をしたので人々は一層恐ろしさに身をすくませたこの大地震も受水なさった幼い主をはじめ平家一門の怨霊のたたりではあるまいかと 人々は噂をして一層恐れおののくのであった平大納言の流され門学商人が頼朝に元家最高の旗印を上げさせるきっかけを作ったという例の義朝の車利神戸は実は偽物であった。 ただ頼朝に無本心を起こさせようという商人の計略であったのだところが本物の義朝の首を密かに供養していた男があった義朝に長年使われていた染物職人が弔う人もない義朝の首を憐れんでそっと東山円覚寺に納めていたのであったこのことを知った門学は その男と共に首を探し出して鎌倉へ持って行った頼朝は片瀬川まで出迎え喪服姿で鎌倉に入った文学を上座に据え自分は庭に立って父の首を受け取ると感無量の面持ちで胸に抱えるのであったやがて義朝の首は新しい墓所に埋められそこに寺を建て 象徴院と名付けた朝廷でも義朝に小二位内大臣の位を送りその例を慰めた同じ頃平家一門のうち優秀の日を過ごしていた人々の処分が鎌倉から発表されたそれによるとまず平大納言時忠は能登の国讃岐の中将時真は 上総の国蔵神信元は秋の国兵部の将正明は沖ノ島二位の宗頭前臣は阿波の国保祥寺の修行農園は備後の国中納言の立志中海は武蔵の国とそれぞれ流罪が決まった平大納言時忠は今生のお別れに 県霊門院のいられる吉田を訪れたこの度能登に流罪と決まり今日廃所へ赴くところでござります何としてでも都に残りあなた様の御用などを務めさせていただきたいと思っておりましたがそれもかなわずこれからはどのようにご不自由になろうかとそればかり気にかかってなかなか行く気になれません。 泣く泣く申し上げるときただに、門員も涙を抑えられぬご様子で、昔なじみといえば、今はもうそなた一人になってしまいましたのに、その一人が行ってしまっては心細いこと限りありませぬ。誰が訪れてくれる人がありましょうか。と、これまた嘆き悲しむのであった。 この時忠という人はそもそも出羽の禅師智信の孫で兵部権の台風大夫で左大臣を贈られた時信の子であったが子賢春門院の兄としてまた高倉天皇の外籍として羽振りを利かせていた上に清盛入道の北の方が姉であったからこの世の映画は思いのままであった小2の大納言となり ケビ氏の別当には三度もなったが別当時代には相当残酷なことも平気でやってのけ強盗・窃盗を捕らえると右の肘から切り落として追放などしたので悪別当などというあだ名をもらったこともあるかつて法王の印宣をもって西国まで下った平蔵左衛門重国の顔に「波方」という焼印を押して返したのもこの時ただであった。 もともと法王も亡き賢春文院の兄でもあり好意は持っておられたが身の程知らぬ悪行がたたりすぎてしまいにはすっかり法王を怒らせてしまったのである時忠の娘婿となった義経もいろいろ取りなしてみたがついに流罪と決まってしまったのである時忠の息子で 自重の時家は十六歳であったが幸いに流罪に漏れ叔父の時光卿のもとにいたが父の出発には母とともに尽きぬ別れを惜しむのであった一度別れればおそらくは二度と再び相見ることのできぬ親子夫婦の別れは何にも増してつらいことであったついこの間までは のの波の上に不自由な暮らしを続け、平家一門の滅亡を目の当たりに見今日は人里離れた北の国へ旅立つ大納言の心境はあまりにもわびしいものであったいつか都を離れて近江の国片田の裏まで来た時大納言は泣く泣くこう呼んだ。 帰りこん。ことは肩だに引く網の目にもたまらぬ我が涙かな。土砂暴の切られ。吉つねが寄り友の不況を抗うっているらしいという噂はまもなく今日の町に広がっている。 そうこうするうちに頼朝からつけられて義経に仕えていた大名たちが目立たぬように宿所を引き払うと一人二人と鎌倉へ帰ってしまった頼朝とは実の兄弟で親子のちぎりまで結んだ仲であり平家追悼には最も目覚ましい働きをした義経がなぜ頼朝から疎んじられるようになったのか。 誰も,かもが不思思議に思うのであった実はこれは例の屋島攻めの際摂津の国渡辺の浜で起こった梶原景時との逆路論争が大きな役割を果たしていたもともと義経を嫌いであった景時はこの時以来心の奥深く旧敵として義経を見るようになっていた。 折あらばとばかり義経の失脚を心がけていたのであった影時のちびりちびりと注ぐ毒舌は次第に頼朝のちにあった公正な判断を狂わせていった頼朝はついに義経を討つことを決意したのであったしかし戦乱が静まってせっかく人心が安定した今日の町を これ以上騒がせることは頼朝としても望むところではなかったそこで土佐坊彰春という荒法師に命じてひそかに義経を暗殺せよという命令を与えたのであった土佐坊はわずかの手勢を連れ鎌倉を立ち京に向かった土佐坊上洛の噂は いち早く義経の耳に入っていたこれはただごとであるまいおそらくは義経を油断させて打とうというのであろう向こうが押しかけてくる前に先手を打って先に連れてまいれと武蔵坊弁慶に命じて土砂坊を義経の宿所に引っ張ってきた土砂坊今頃何故の上洛じゃ 何か鎌倉殿からのお言とづてはないのか?」。格別のお言とてもござりませんでしたがただお言葉で九郎殿がいるおかげで京都も平穏に収まっているようで大変うれしい。この上も守護の役目よくよく務めよと伝えてくれとおっしゃっておられました。土佐ぼのシャシャと取りすました顔を義経は。 打ち押しそうに睨みつけた。よくもぬけぬけとそんなでたらめが言えるものじゃ真実はこの苦労を打ちに参ったのであろう大名などを売ってに使わせば大事に至ることを嫌った鎌倉殿のおたくらみでそなたが物申でを装ってわしを打ちに参ったに違いない。義経のあまりに図星を指した言葉に。 実はは土内心ぎくりとするものがあったしかしそこは老練な彼のことでお首にも出さずひどくびっくりした様子を見せたまた何故にさようなことをお考え遊ばすのでしょうか私はただ祝願あって熊の詣を思い立って上洛してまいったものでございます。 わしは景時の心ない残言によって鎌倉へ入ることも許されずそのまままた京へ返された。これは一体どういうことなのじゃさあその点は私にも見当がつきませぬのう。ともかくこのわたくしに限って後ろ暗いことは何一つございませぬ。どうしてもお疑いが解けぬとあっては希少文を書きまする。 鎌倉殿から悪く思われている身では今さら起承文を書かれても仕方ないのう義経の機嫌の悪さに土佐坊は一時ごまかしにと即座に七枚の起承文を書き焼いて飲んだりあるいは神社に奉納したりして誠意を示そうとしたさすがに義経もそれ以上は追及もできずその日は許して返した 土佐坊は長引いてはことはかえって面倒と悟りその夜夜討ちをかけることにして武者どころに触れ回った土佐坊の疑いもひとまず解けたので義経の家来たちも宿所に引き上げた義経が日頃寵愛していた静という白拍子の娘があった歌や踊りがうまいばかりか きく娘でこの夜もなんとなく気にかかるまま様子をうかがっているとどうもただならぬ騒がしさが感じられるのである静香は義経に言った都王子には武者どころのものがいっぱいでございます今じぶんどうも様子がおかしゅうございます今日参りました土佐坊とやらの仕業ではありますまいか 人をやって探らせてみた方がよろしゅうございます。静かの言葉をもっともなことと思った義経は昔清盛入道が使っていたかぶろで手元にいるもののうち2人ばかりを店にやっただが2人は行ったきりいつまでたっても帰ってこないのであるどうもおかしゅうございます。女ならば。 目にももたぬかもしれません。静香は今度ははしためを一人出してやった間もなく女は息を切らせ真っ青な顔をして飛んで帰ってきた大変でございますかぶろらしいものが二人とも土佐坊の宿所の門口に切り捨てられておりますそれだけではありません。倉置馬がずらりと並び 幕を張り巡らしたうちでは愚足に身を固めた侍どもが今にも寄せる気配でございます。とても物申でとは真っ赤な嘘としか思えません。義経はこれを聞くとすぐ身支度を始めた。静かかが後ろから鎧を着せた。義経は無造作ないでたちで太刀だけをひっつかむと注文の前に置かれた馬にひらりとまたがり。 門を開けて土砂牢今やお粗しと待ち構えていた間もなく四五十騎が時の声を上げて攻め寄せてきた義経はあぶみを踏ん張り立ち上がり大恩条を上げた夜討ちでも昼討ちでもこの義経を打てる者が日本国にいるわけはないぞ義経の威勢に押されて 五十は安やすやすと道を開いた。そのうち枝野源三熊井太郎武蔵坊弁慶といった面々が「須は殿の御大事」と方々から集まってきて義経の手勢は六七十騎になった土佐坊もここを先度と戦ったがとても義経の敵ではなく散々に駆け散らされて大半が撃たれた。 土砂坊だけは何としたものかようやくその場を逃れたがほどなく鞍馬山の草城が谷に忍び隠れていたのを義経の昔なじみで鞍馬の僧が絡め取り義経のもとへ送ってきた価値のひたたりに頭巾姿の土砂坊を大庭に引き据えると義経は笑いながら言った「どうじゃ土砂坊 紀少門の罰敵面じゃのう覚悟の上でござるどうせでたらめを書いたのじゃから罰は当然のことでござります今はすっかり土壌骨を据えた土砂坊は少しも悪びれるところがなかったいい度胸じゃ種名を重んじ私の命を軽んずるそなたの志義経感心いたした 命をしくば助けて鎌倉へ返そうか。ずいぶんなさけないことをおっしゃるものでござりますな。鎌倉殿のご命令で都へ上りました私、命はすべて鎌倉殿に捧げております。どうして取り戻すことなど思いもよりませぬ。もしおなさけがあるならば、首をお切りくださいませ。というのであった。 土坊は六条瓦に引き出され首をはねられたがその豪気な態度には誰もが感心したのであった方眼の都頼朝と義経が不安になる以前頼朝から義経のもとへ使わされた蔵式がいた。 なかなか再起のある男で重宝なやつじゃから使いなさいという頼朝の言葉であったがその実密かに義経の動静を探り知らせるために使わしたものであった足立の新三郎という男であったが土佐坊の切られたのを見て世を日に継いで鎌倉へ急報した頼朝は今はやむをえぬと 弟の三河りよりを大将にうってを差し向けようとしたのりよりはさすがにその命令をすぐに承服できず再三再始断ったが聞き入れられなかったしかたなくものの具をつけて糸まごいにいったすると頼朝は「そなたも苦労の二の舞をするではないぞ」とよりに向かって行ったので のり範りはすっかりおじけづいてしまった甲冑を脱ぎ捨てると京へ登ることはやめ毎日十枚の起請文を書き無本心のないことを証明したがこれもとうとう最後には打たれてしまった 2> 第二の打っての大将は北条の四郎時政であった時政上洛の知らせに 義経も覚悟を決めた落ちゆく先をいろいろと考えた末九州の豪族緒方三郎・よしを頼ってゆくことにしたこれよしは平家一門を一歩も九州へ上陸させなかったほどの男であったから義経もすがる気持ちになったらしい「火星を頼みたいが」と言ってやると「承知してもよろしいが」 ただ身内にお仕えしている菊池次郎高直は年来の敵故お渡しくださって首を切ったらばご家政もいたそうという返事であった今は一本の藁にもすがりたい心持ちの義経は心ならずも菊池を六条瓦に引き出して首を切ったのでこれよしは喜んで味方に加わった。 義経は院の御所へ行き大蔵京安常を通じて訪問した義経の御奉公の数々今更申し上げる必要もないと思われまするがそれを鎌倉殿は老頭どもの残言を取り上げられて義経追討に乗り出してまっております京の内外を騒がすのは義経の望むところではござりませぬゆえしばらく鎮西の方へ 難を避けたいいと思いまするそれにつきましての義経の相門は法王をはじめ公家たちの間に動揺をもたらしたもし院のお文を差し遣わしたことを頼朝が聞いた場合に具合が悪かろうという頼朝の思惑をはばかる法王とまた義経が京にいて 再び今日が戦乱の巷またになるよりはとにかくお文を差し使わして鎮西でもどこでも都を離れていてもらった方がよかろうという意見の対立があったが結局公家たちの意見が通って院の御下し文が義経の手に渡ったそれには緒方三郎をはじめ臼杵へつぎ松良島の面々が 義経た義経たち一行は11月3日の早朝忍びやかに都を出て鎮西に向かったまことに静かな優勝の退場であった摂津源氏で太田の太郎頼元は門の前を黙って通させたらば 鎌倉殿の大声も悪かろうと家の頃労と六十余儀を引き連れて変わらずというところに追いついて攻めかけたしかし義経は五百余儀頼元の六十余儀とではとても相手にならない頼元も身に傷を受け多くの死傷者を出して引き上げた義経は討ち取った首をさらし首にして門出の血祭りに上げ 最先よしと大物の裏に急いだそこから船で西国へ下る予定であったが一行が船に乗り込む頃になると急に吹き始めた西風は海上に出るといよいよ吹き募り義経四十を乗せた船は住吉の裏に打ち上げられてしまったやむなく吉野に籠もろうとしたがここでは吉野奉師に攻められ 奈良に落ち延びようとすると奈良法師に責められて再び都に帰ると今度は奥州を指して落ちていったのであった都から連れていった女房どもは足手まといになるまま住吉の裏に残された女たちが松の下で泣き伏しているのを見つけた住吉の神官たちが同情し都へ送り返したのであった 義経と共に大物の裏を出発した志田の三郎千条義則十郎クランド幸家尾形三郎悟良らは会場で散り散りになったまま行方が知れなかったこれも平家の怨霊のたたりであろうと人々は噂し合った東海道をひたおしに京へ急いだ北条時政は 六万余旗を引き連れて都に入った時政もすぐに院の御所へ赴くと義経はじめ行家義則追討の院宣を申請した義経追討の院宣が下ったのは11月8日である3日には義経に賜った院宣であった10日も経たないうちに朝廷の方針は 180度も展開するほどあまりにも頼りない無定見なやり方だと批判の声は大きかった頼朝は日本国の総追武士に任ぜられたこれを機会に電池一旦ごとに兵糧米を5章割り当てて挑発したい旨を朝廷に申し入れた法王は「昔から 朝敵を平らげた者には国の半ばを与えることになっておるが「頼朝の申すところいささか文に過ぎた願いと思う」と仰せられたが公行たちは「頼朝の言うところにも一理あるからお聞き入れ願いたい」としきりに申し上げたので法王もついにお許しになった。ここに 頼朝の発案になる主語・自当職が生まれたのである暗殺者・土佐坊を退けた義経であったが北条時政上落の知らせを受け都を離れて九州へ落ち延びることを決意した その道中激しい西風に遭い一行は散り散りになって義経はわずかの手勢とともに奥州へと向かっていった一方京都守護となった北条時政は平家残党の捜索を始めるその一番の狙いは平家の着流小松の三味の中将これ森の子息六代御前しかし 彼の潜伏先は用として知れない。あきらめて鎌倉へ引き上げようとしたとき、一人の女房が時政のもとへ訴え出た。六代義経に代わって新たに京都の守護役に任ぜられた北条時政は、 平家の子孫と思われる子供を見つけ在庄を教えた者には望みの者のを取らせるという布告を出した欲に目のくらんだ人の中にはこの時こそ恩賞に預かろうと血眼になって探し回った者も,もある中には平家とは縁もゆかりもない卑しい家の子なのに顔形が上品であるという理由だけで六原へ引っ立てられた者もいた これは何々の中将殿の若君、この子は何とかの少々殿の金たちといかにも最も,もらしい名前をつけられ、それを嘆き悲しむ父母たちは、あれは乳母でござります。あの男は老頭でして、謎と言われる始末で、時政としてもどちらの説を信じてよいものやらも分からず、いたいけない子供たちを殺すのはあまりにも殺生が過ぎるとは思うものの。 手命とあればこれも致し方なく水につけたり刺したりして命を絶った時政が一番その行方を知りたがっているのは三味の中将これ森の息子六代御前であるそうそうたる平家の着流で年も十二三歳になっているはずであったから何としてでも探し出したいと思っていたがこればかりは 一に時政も今はこれまでと諦めて鎌倉へ帰ろうかと思っていたやさき一人の女房が六原へ訴え出た京の西方返上寺の奥大学寺という山寺の北の方勝武谷というところに三味の中将の忘れがたみの若君と姫君が 奥方と共に忍び隠れておられますさてこそと思った時政は人をやってそっと様子をうかがわせた女房の言ったことは本当であった総員の別棟に人目を避けて暮らしていたが平家の金達を探し出して殺すという噂を聞いてからは一層慎重に外へは一歩も出ずにひっそりと暮らしていたのだが この日若君の可愛がっていた白い子犬がちょこちょこと庭へ走り出したのにつられて六代もうっかり庭へ追って出た女房が驚いて六代を急いで家へ引っ張り込んだ「もし人が見たら何となされまする危ないことでございます」間の悪いことにその時様子をうかがっていた時政の家来は 一部始終をすっかり見てしまっていたすぐ六原に飛んで帰って報告するとそれこそ六代御前に違いないとあくる日兵を連れた時政はこの棒の周りをひしひしと取り囲んでから使いのものを持って申し入れた小松の三味の中将殿の若君六代御前のお住まいと受けもあります。 鎌倉殿の代官として北条の城を時政がお迎えに参上いたしました。早くお出ましになった方がお身のためかと思いまする。はれ六代を取り込めに参った。どうしたらよかろうか。奥方はすっかり気が転倒して良い考えも浮かばない。斎藤五斎藤六の二人は何とか若君一人逃れ出る隙はないかと。 あちこちこ走り回ってみたがその警戒の厳重なことはありの這い出る隙もないほどである乳母の女房をはじめ日頃は話し声一つにも気を配っていた家の者たちも今はただ声を限りに泣き叫ぶばかりであった家中あげての悲しみの前に強気の時政もすっかり弱り果てていたが役目とあらば致し方なく いまだ世間も騒がしく、どのようなことで狼藉する者も,も出ぬとは限りませぬので、いっとき私どものところへお移りいただくだけのことで、決して他に深いわけはないのですから、そのようにご心配なさらずに、早くお出ましくだされませ。すると六代御前はけなげにも母に向かって言うのであった。仕方がござりませぬ。いつまでこうやっていても同じこと。 まして武士どもが家の中に打ち入って無理じいに連れて行くことでもあればもっと嫌な思いもしなければなりませぬたとえ一旦法上北条のもとへ参りましてもしばらくしましたらいとまをもらって帰って参りますどうぞあまりお悲しみにならないで、ね」と帰って母御前を慰める様子が一層痛々しかった。奥方も なくなく六代の髪をかきなで衣服を改めさせていよいよ別れという時に小さい黒木の地図を取り出して渡すのであった「これで念仏を唱え極楽へ参るのですよ」はい今は何とかして父上のおられるところへ参りたい一心でございます六代が目に涙をいっぱいためてそう言うと そばで聞いていた10歳になった妹君が「父上のところなれば私も行きたい」と言って走り出して兄にの後を追いそうになったのであわててうばが抱きかかえた六代御前は今年十12歳であったがとても十二とは見えぬほどおとなびて落ち着いていたから1 4五5に見られた。 行く末どんな立派な貴公子になろうかと思われるほど目形の整った高顔の美少年だったが敵に弱みを見せまいと袖で涙を隠しておられる様子が哀れであった斎藤五斎藤六の二人は若君の腰にぴたりと寄り添って北条が貸してくれた馬にも乗らず裸足で六原までついてきた。 しかし、六代を奪われた奥方の嘆きは、旗の見る目も痛わしく、地に伏して、もだえ泣かれるのであった。何でも人づてに聞けば、平家の子供たちは年齢に従い、水に入れたり、土に埋めたり、または刺し殺し、押し殺しなぞして殺すというけれど、あの子はどうやって殺されるのであろう。年寄りは大人びているから、 首でもも切るつもりかの。これまで片時もそばを離さず小中の玉と愛しんで育て殿に先立たれてからはせめてこの子たちの成長を楽しみに生きてきたのにこの先生きるかいもないまったくこの3年いつ見つかるかいつ捕らえられるかと生きた心地はしなかったけれどそれにしても こんなに早くその日が来ようとは思いもかけなかった。長谷観音の御利益もなかったのであろうか。考えれば考えるだけ奥方の悲しみは募るばかりで、夜になっても一向に寝つこうとはしないのであったが、時にうつらうつらとまどろむと、なんだか今あの子が白い馬に乗ってきたようだったがと。 目を覚ましてはまた涙ぐむのであったそうこうするうちに夜も明け始めてきた斎藤六が帰ってくると家じゅうの者は走り出して迎えたどうであった若君はご無事か口々に問いかける女房たちに六は今のところは別におかわりございませぬお手紙を書いてくだされました と言って奥方の手に手紙を渡すのであった。まあ、なんと気のつく子じゃろう。こんな時に手紙まで書いてくれるとは。と、またまたあふれ出そうになる涙を拭いながら奥方が手紙を開けてみると。ご心配のこととうらえども。今のところはまだ何のこともなく相撲ゆえ、くれぐれもご安心くだされたく候。 ただ母上妹乳母その他家中の者どもの恋しい顔ばかりが目に浮かびそうろと記されてある奥方はその手紙を必死と抱きしめると突っ伏してしまうのであった時刻が経ちますとあちらが気にかかりますゆえお返事をいただいて帰りと存じまするがろく促されて奥方は 泣く泣く筆を乳母の,の女房はとてもじっとして家の中におられなかったので足に任せてそこここを泣きながら歩き回っていたその様子を見るに見かねたのかある人が耳寄りのことを教えてくれたこの奥の方に高尾という山寺がありそこに住まわれる門学商人という肘は 鎌倉殿のご信任厚いそうで何でも貴族の子をお弟子に欲しがっておられたそうじゃよ乳母はそれを聞くなり飛び立つように山寺へ駆けつけた文学は血相を変えて寺に飛び込んできた女房に初めは驚いたが事の次第を問いただすと実は平家小松の三味の中条の北の方が 親しくなされていた方のお子さんを養い育てておりましたところがどういうわけか小松の三味殿の子息と間違われ昨日六原から武士が参って連れて行ってしまったのでございます生まれ落ちた時からお育てした大切な若君をあまりにも無業ござります何とぞ命を助けてお商人様のお弟子にでもしてくださりませ文学も 反乱の女房の様子には心を動かされたらしかった。してその武士と申すは何と申すものじゃ確か北条とか申していたように思いまする。うん分かった。北条ならばいささか面識もある。一つ頼んであげよう。文学は手早く身支度をして六原へ出かけていった。ウバは、 さっきよりは少し落ち着いて、この朗報を一刻も早くと奥方のところへ急いで帰った。乳母の顔を見ると、今まで泣いていたらしい奥方は、まあそなた、無事であったのか。お前がどこぞの川にでも身を投げたと思い、私もよっぽど後を追おうかと思っていたところであったのに、一体どこへ行っていたのかい乳母の話を聞き終えると、 奥方の顔にもかすかな喜びの色が浮かぶのであった。そのお坊様が北条殿からもらい受けて下されたら、もう一度会うこともできるのですね。奥方は見知らぬ僧の姿を頭に描きながら、そっと手を合わせるのであった。時ならぬ門学の訪問を受けた時政は、問われるままに初めからのことを話し出すのであった。 鎌倉殿のご命令にて平家の子孫を探し出しておりましたが中でも鎌倉殿のおっしゃるにはこれ森卿と新大納言成親卿の娘ごとの間に生まれた男の子は平家の嫡流でもあり年もだいぶ大きいから必ず探し出して首を切れとのきついご命令だったのですしかし一向にお行方もわからず私も諦めて帰るつもりでおりましたところ 一昨日になってある女の密告でようやく居所が知れ昨日こちらにお連れしたのですがそれが何とも美しい若君でござってこの私自身どうにも首を切る気にもなれずそのままお置きしてあるのですよというのである文学が案内されて行ってみると六代御前は二重織物のひたたれをつけ 黒木の数図をまさぐりながら淡然と座っていた髪の毛のかかり具合から姿形まで何ともみやびやかでろうたけた物腰はとてもこの世の人とは思えぬような美しさであるそれが眠られぬ一夜を過ごしたせいか少し重やつれして声援でさえあった六代は文学の姿に 何を考えたのか涙ぐんだまなざしでじっと見つめたのでさすがの文学もそこにいたたまれない気持ちになったたとえ先々やだ仇になろうともこの人を殺すのはあまりにもむごい文学はその場で決心した20日の間この文学に免じて命を延ばしてやってほしいのじゃ。 わしはこのまま突っ走り鎌倉まで行ってお命を預かり申してくるつもりじゃ。かつて鎌倉殿が伊豆に流罪のおり鎌倉殿のために院膳をいただいてきたのはこのわしだ。その時わしの願いは何でもかなえてやると申された頼朝殿よもやその言葉をお忘れはなさるまい。とすぐそのまま鎌倉に向けて出発した。 斉藤五斎藤六は文学を生き身の仏のように思い込んで手を合わせるのであった早速奥方のところへこのことを知らせに行くととにかく最後の決定権は鎌倉にあるものの20日間命の延びたことにほっとした様子でこれも日頃信仰する観音様のお助けかと思うのであった しかし、20日という日数は瞬くうちに立ってしまう。20日近くなっても、文学は一向に姿を見せなかった。奥方はじめ、斎藤後、六の両人も気が気でなかったが、北条時政も思いは同じである。と言って、いつまでもべんべんと日にもとどまっておられぬ身の上である。ようやく心を決めると。 文学殿との約束の日数も過ぎたし京都で年を過ごすわけにもゆかぬから明日出発ということにいたそうこれを聞いて斎藤五六はすっかり青くなった再び奥方のところに行き涙ながらに話すのであった文学商人もお帰りなされず北条殿も待ちきれずに明日出発とのことでござります。 ではとうとうあの子もそういったきり奥方は後の言葉が続かなかった一度は覚悟したものの文学の出現でもしやという一縷の希望を持っていただけにその衝撃はかえって大きかったのであろうでももし商人様がお許しをいただいてかえっておいでにでもなった時 すでに切られた後だったらどうするのじゃ誰か商人様に行き合うところまで六代を連れて行くように頼んでくださる人はないものであろうかして殺されるのはいつ頃の様子じゃ北条の家の者が念仏を唱えたり涙を流したりしているのを見ると妙朝ではないかとも思われるのですがかわいそうに。 あの子子はどんな様子か。人の見ている前では決して涙をお見せにならず数珠をまさぐって触らぬ体を装っておられまするが人のいない時はこっそりお泣きになっていらっしゃるようです無理もないの今宵限りの命と思えばどんなに心細いことか大人びて見えてもまだ子供だものそれにしても あれから20日ばかり一度も愛見ることもできずにもう二度と会えないのであろうか奥方はまたひとしきり涙にくれるのであったしてそなたたちはどうするのじゃこのままどこまでもお供いたしましてもしお亡くなりになるようなことがありましたらお骨を荒野に納め出家して御世をお弔い申し上げたいと思いまする。 斉藤五斎藤六の二人は再び六原へ戻っていった時政が六代御前を連れて都を出発したのは師走も押し迫った十二月の十六日であった斎藤五も六も馬にも乗らず六代の腰に寄り添うようにして歩いて行くのであるここで斬られるかいやあそこであろう 警護の武士が馬を早めればいよいよと思い言葉をかける人があると今度こそかとその度ごとに腰の中の六代は身の縮む思いを味わっていたのだったしかしここぞと思うところもことなく過ぎいつか一行は駿河の国に入っていたここまで来れば鎌倉は目と鼻の先である 六代の命ももう長くはないと思われたやがて千本松原まで来ると六代の御子が下ろされ式川が敷かれたここまでお連れいたしたのももしや門学殿に行き合うのではないかと思ったからでございますしかし残念ながら門学殿のお姿影さえも見当たりませぬこれより先は 鎌倉殿の思惑もいかがかと思われます。鎌倉殿には、近江でお切り申したとお伝えしておきましょう。何とぞ、お覚悟くださいませ。そう言いながらも時政の目から涙がハラハラと落ちるのである。六代は斎藤五斎藤六の二人をそば近く招き寄せ。私が死んだら、 そなたたち二人は都に帰り母上には鎌倉へ無事に送り届けたと伝えてくれぬかいずれ分かることかもしれぬが母上のお嘆きが目に見えてならぬのじゃとしっかりした口調で言うのであるやがて若君は肩のあたりにかかる紙を小さい手で前へかき分けると静かに西に向かって手を合わせ 念仏を唱えて首を差し伸べたこの日首切り役は狩野の工藤蔵都市であったが太刀を脇に引っさげ左手から後ろに回りあわや太刀を振り下ろそうとしたがどうにも目がくらんで打ち下ろすことができなかったとても切る気にはなれませぬどなたか他の者におせつけください と言って辞退してしまったので、やむなく切り手をあれこれと選んでいたが、誰も尻込みしてなかなか適当な人物がいないので、意外に時間を食い、ようやく新しい首切り役が決まって、六代の後ろへ回ろうとした時である。松林の向こうから、蹄の音が聞こえてきた。遥か彼方から月毛の馬に乗り、 お,おいお,おいと叫びながら馬を走らせてくる総意の男があったそばまで来ると息を弾ませながら馬から降り時政のところに来て「これご覧くだされ鎌倉殿からのお経文でござるぞ」というやいなや一通の書面を差し出した正しくそれは頼朝の未教書で これ森教子息六代殿高尾の門学殿がしばらく恋受けなされるゆえ疑いなく門学へ預け入るべし」と書かれ名前の下に「藩」も押してあった斎藤語や斎藤録はもちろんであったが北条の家人に一同もどっと喜びの声を上げた。 そこへ門学商人も追いついてやってきた六代殿の恋受けが成功したので商人もひどく得意そうであったいやなかなか手間取ってのとにかく若君の父三味の中将殿は初めからの戦の大将軍でどどの戦にも出陣したからというてどうしてもお許しくだされぬのじゃこの文学に逆ろうては あとで罰が当たりますぞよなどと申し上げてもお聞き入れなくてのう。わしも今度という今度はもうダメかと思ったがちょうどなすので狩りがあってのう。文学もその間中狩り場へついていってご機嫌を見計らっては申し上げたので鎌倉殿もわしの根気よさにとうとうこんまけなされたというわけじゃよ。これで遅くなったことがお分かりになったであろう。 全くひと足おつかいがおそければすんでのこと過ちをおかすところでござりました」と時政もほっとした表情をしてみせた。それでは本来なれば都までお供いた人をござりますが鎌倉には大事のようもございますゆえこれにてお別れ申します。と言って空いた馬を斎藤ごと斎藤六にあたえ 時政は再び鎌倉へ文学商人は六代とともに左右に分かれていった吉報を早く都にいる母君に知らせようと文学は夜を日にいいで道を急いだが、尾張熱田まで来るとその年も暮れ都に着いたのは正月五日であったひとまず 猪熊の門学の宿所で旅疲れを癒した六代御前は夜になると早速母のところへ駆けつけた見慣れた懐かしい門の前へ来て戸をたたいてみたが中からは人の住む気配もないその代わり破れた追事の穴から六代の可愛がっていた子犬がちょこちょこと這い出してきた母上は ったどこへ行ってしまわれたのじゃ。犬はただちぎれるように尻尾を振るばかりである斎藤六が追事を乗り越え中から門を開けた家の中に入ってみたが最近人の住んでいた様子はなかったせっかく命が助かって帰ってきたというのに母や幼い妹たちは一体どこへ行ったのであろうこれでは 何のために生きて帰ったのかわからぬではないか六代は一晩中泣き明かした夜が明けるのを待ちかねて近所の者に聞き歩くと「何でも年内は東大寺御三景とか伺いましたが正月は長谷寺におこもりとも聞きました」という返事である斎藤五が長谷に行って よううやく奥方に会うことができた。事の次第を聞いた奥方も乳母も夢ではないかと喜び合うのであったすぐに大学寺に駆けつけたがひと月ぶりでの対面とは言いながらその苦しかったひとの間にまたしても見違えるほど大人びた六代の姿を見てどんなに苦労したことだろうと思えば先立つ者は 涙ばかりであったそれにしてもこれから先のことを思いやると奥方は「早く失器をなされて鎌倉殿のお疑いを晴らさねばなりませぬぞ」というのも親心であろう文学は六代御前の美貌を損なうことを惜しんでなかなか髪を切らせようとしなかったが身柄は高尾に引き取り 大切に養って「いた。六代の切られいつしか月日もたって六代御前は十四五歳になった」「姿形も事のほかに美しく彼がその場にいるだけであたりがパッと明るくなるような淡麗さを持っていた」 奥方は非一日と立派な青年に成長していく姿に「ああ昔ならば今頃は近衛の,の少々にでも任ぜられ華やかな姿を見られたものを」と儚い夢を追うのであったところで一旦は文学にねだられて許したものの頼朝の心には やはりこの平家の御曹司のことは気にかかってならなかったそれゆえ文学のところに頼りあるごとに「これ森教の子息はどのような人物か昔貴殿が頼朝の人相を見たように朝敵を平らげ父の仇を討つような男であろうかと」と何度も問い合わせがあるのであるその度ごとに文学は「この子は土台」 栄家の嫡流らしからぬ骨なし男でござりますゆえご安心あるがよろしゅうござります」と言ってやるのであったがそのくらいのことではごまかされぬ頼朝は「いやいや謀反といえば喜んで味方に加わる血の気の多い商人の言うことでは当てにはならぬ。この頼朝の代はともかく子孫の末になってどういうことになるかもしれぬからのう」 決して心を許そうとはしなかった。風の頼りに寄り友の心中を聞いた奥方は、今は一日も早く出家するように勧めたので、文字五年、十六歳で髪を下ろした。やがて山伏に姿を変え、これも一緒に出家した斎藤五、斎藤六の二人を共にして、亡夫の後世をとうため、まず高野へ上った。 そこで滝口入道にも会いこれ森の出家の様子受水前後の模様などを詳しく聞いた後、父と同じ道を熊野へと向かった浜の宮の前から父の渡った島にも渡ろうと思ったのだが折りやしく向かい風で船が出ずそれは断念しただ遥かな海上を眺めながら「一体どのあたりにご受水なされたのであろうか」。 ししばらくく立ち尽くしていたその浜辺に一夜を明かしさらに翌日は僧を呼んで仏の霊を慰めた上再び京に帰ってきた当時の主将は後鳥羽院であったがもっぱら遊戯漁食の道に心を奪われ聖堂はひたすら皇后の聖母 今日のつぼねの自由に任せていた。心ある人々は誰しも眉を潜めぬものはなかったが中でももともと反骨精神旺盛な文学がこれを見過ごすようなことはなかった高倉天皇の第二王子森貞親王はそのせい聡明な方で人望も厚く頼もしい方であったから文学は なんとかこの王子を御位につけたいと前々から思っていたしかしさすがに頼朝の財政中は手出しもできなかったのだが研究10年頼朝が死ぬと文学の謀反着はのこのこと首をもたげたしかしたちまち役人の耳に入って文学は80歳に余る身を沖ノ島に入るのみとなった 文学は今日を出るとき今日明日とも知れぬ老山の実を都の片ほとりへ置くならばともかく沖へ流すとはあまりにも情を知らぬ「義朝患者義朝の好きな天皇よそのうちそなたをわしのところにきっと迎えとるぞよ」。この言葉通り、後院は。 上級の乱には沖に流されたのであったそのころ六代御前は三味の禅師と名乗って高尾の奥で修行選出に励んでいたすると鎌倉から「ああいう人の子であの無本気の多い人の弟子ではこの先が思いやられます頭は剃っても油断なりませぬと」と 再三妻子申し入れがあったので朝廷から安飯藩助金が飯取りに向かい関東へ引き渡したが田越川で岡部安綱の手にかかってついに一生を終えたこれで平家の血統は完全に途絶えたのである。 感情の巻大原入り女院御出家壇の裏で自炊するところを源氏の兵に救い上げられ京に帰った建礼門院は昔とは打って変わったわびしい生活を続けていた。昔 中納言の法院京へという奈良の僧が住んでいた坊が空き家になっていたところに住まわれていたが見る影もない廃屋で草深い庭に囲まれ心情を覆うすだれさえもないやりでこれがかつて絢爛豪華な宮殿に多くの侍女に貸し付かれて過ごした人の住まいとは到底信じられなかったそれにつけても まだ西国の波の上で仮根の夢を結んでいた生活の方がずっと幸せであったような気がして思い出話といえばすぐあの当時は苦しかった西国の海上生活のことでありあの時は誰々が生きておいでであったあの方もまだご無事でおいでであったなぞと今は亡き人々のことばかりがひとしきり話題に上りそれが 涙をそそる種となるのであるこの世に何の望みもなくなった女院はいよいよ出家の決心を固められ文治元年5月1日に恩海の死に長楽寺の阿蘇坊の商人院生を選んで髪を切られることになったお伏せには今まで片身にと思って大切に持っていた先帝の脳死を 他に適当なものがなかったので泣く泣く取り出されて商人に渡されたのである院政商人もあまりの痛わしさに涙ながらに押しいただいて帰っていった女院が女吾の戦時を受けられたのは15歳の年で翌年中宮となり22歳で王子を産み王子が即位されて安徳帝となられて以来は 号を賜り剣礼門院と称したのである清盛の娘という幸運に巡り合わせた上代理へ入られてからは天下の国母と仰がれ人々の尊敬と繊望を一身に集めていたちょうど今年で29歳である花の盛りを過ぎたとはいえ天性の美貌は少しも衰えを見せなかったが 今となってはもう誰に見せる必要もない黒髪であったから惜しげもなく切り捨てて仏門に入ったのであるしかし出家したからといって簡単に思い切るにはあまりにもつらいことの多かった半生であった先帝はじめード殿の最後の様子はいくら忘れようと努力しても忘れられるものではなく 山と色の魚衣を召し瓶んずりに売った可愛らしい帝の面影はまぶたの底にこびりついて離れずいつ思い出しても涙の尽きることがなかった夜になって床についても目を閉ずれば幼い帝の顔受水していった人々の姿が鮮やかによみがえって眠られぬ夜を過ごしてしまうのである。 5月の風に誘われてホトトギスが時折二声三声と泣いて過ぎた昔に変わらぬホトトギスの鳴き声が女院に華やかな宮廷生活を思い出させたものであろう硯の蓋に一種の歌を書き記されるのであったホトトギス花橘花の花を止めて 泣くは、昔の人ぞっこ意し女院に付き従っていた女房たちも源氏の武士に捕らえられて都へ帰ってからはとても人前にも出られぬような姿で哀れな暮らしを続けているのであった大原乳魚。 例の7月9日の大地震は女院のお住まいをすっかりダメにしてしまったもともとがあばら屋であったところにあの揺れ方でわずかに残っていた追地も崩れ屋根は全く傾いてしまったその中で女院は誰一人訪ねるものもないままに23人の女房たちを相手に細々と日を過ごしていた。 たまさか妹の冷静の大納言高房の奥方七条の首里の大部信孝の奥方といった人たちがお忍びで訪れてくるのであったがまさかあの人たちの世話になろうとは思いもよらぬことだったのにと女院はしみじみ10回されることが多かったここも近頃は人通りが多くて 行い済ますには少しうるさくなってきたどこぞ静かなところで念仏三昧に過ごしたいのだけど女院がそう言われるままに適当な場所を物色していると若光院というところを進めるものがあった都からははるかに離れた大原山の奥で人里まれな寂しいところだったが妙院は大変の力であったから そこへ今日を日移すことに決まった引っ越しの荷物などはあるべきはずもなかったが腰の世話や出立の準備をしてくれたのは高房の奥方だった都を離れて次第に大原に近づいてくるとそこは全く物寂しい場所である山陰のせいか すぐ夕暮れになったどこで打つ鐘か入り合いの鐘の音さえもひとしお寂しさを募らせる風が出てきて木の葉がさやさやと音を立てて鹿の訪れさえも聞こえてくる山の中である杉し日に西国の裏裏島々を渡った時もこれほど心細くはなかったような思いもする。 邪光院に着くと傍らにささやかないおりを結び一間をご神女、一間を仏間として朝から晩まで念仏に明け暮れる日常を送るようになったあるよ、傘こそと庭の落ち葉を踏みしだく音がした今頃一体誰が来たのかまさか よう忍ぶ私に危害を加えようというものもあるまいがと恐る恐る女房を出して店にやると一匹の子鹿が庭を通り抜けていった女院が「誰か参ったのか?」と尋ねると大納言の助殿は涙を抑えて一種の歌を詠むのであった「岩根文誰かは問わん 奈良の葉の、そよぐは鹿の渡るなり蹴り大原光女院が大原の里に隠れ住んでいられることを聞かれた後白河法皇は前々から一度寂光院を訪ねたいと思われていたが。 2月3月の寒い冬の季節はちょっと無理なので鴨の祭りも過ぎた4月半ば大原御行をいよいよ実行されることになったお忍びの御行ではあったがグ部は徳大寺実定以下九行6人天上人8人北面の武士も数人をともに加わった途中清原の深谷部の建立になる 小野の皇太后宮の旧跡などをご覧になっておいでになったちょうど四月も二十日過ぎのことでそろそろ春も終わろうとしていた夏草の茂みを踏んで人の通ったこともない山道を分けゆくのであるから見慣れぬ風景におおも興をそそられた様子であった。 しばらく行くと西の山の麓にそれらしき御堂が見えてきた年代のたった潜水木立がいかにも由緒ありげで庭の若草も今を盛りと茂り合っていた池の中洲の松には薄紫の藤がしだれかかり遅咲きの桜が彩りを添えていた折しも山ほどとぎすが分け尻顔に 一声泣くのも一層城主があった「池水に右輪の桜散りしきて波の花こそ盛りなりけれ」鳳凰のお歌である女院の暗室の軒にはつた朝顔が絡みついていた。 板の吹き目もまばらで雨や梅雨をどうやってしのいでいるのかと思えるほどであった後ろにはすぐ山が控え前は広陵たる野原に続いているおよそ人の訪れといってはたまに木こりの木を切る音と木から木へ渡り歩く猿の声のみであった「誰か誰かおらぬか」。 王王が呼びかけてみたが室内はしんと静まり返って人のいるらしい気配もないどうしたのだろうと思っているとだいぶたってからおいさらぼえたろうにがよろけるように出てきた「よいはおいでかいまこの上の山へ花を摘みにおいででございます花をご自身でか」。 そんなことまでする人もいないのか。なんとそれは気の毒な。王々が言いかけると、老にはきっとなって言葉を遮った。何を申されまする。決してお気の毒ではござりませぬ。過去、未来の因果をお悟りの上は、さようなことは決しても嘆きではござりませぬ。知った大使にしてからが、難行苦行の末、 悟りをお開きになったのではござりませぬかその態度の毅然とした様子に打たれて法王はつくづく老二をご覧になった絹か布かの区別も分からぬみすぼらしい限りの衣服を着けていたがそれにしてもなかなか道理のあることを申すものと思われたのか「そなたは一体何者なのじゃ」とお聞きになった。 牢には旗と当惑したようにおしだまってそっと涙をぬぐった。お分かりにならぬのももっともでございます。申し上げるのも恥ずかしいことながら私は古納言の入道新世の娘であわのないし母はキーの2位。昔は大層かわいがってくださったものでござりましたのに。 やはり身の衰えはどうしようもござりませぬの」と忍び泣くのであった「何そなたは泡のない死であったかすっかり見忘れていたそれにしても夢のようじゃな」とまだ信じられないご様子であったグブの面々も先ほどから 妙に高飛車な雨と思っていたが今更ながら驚くのであった内誌の案内で入院の暗室に入り障子を開けると一間には大号の三尊が飾られていた中尊は手に五色の糸を持ち左には普賢の絵像右には禅道歌唱と剪定の絵像と並び 妙法蓮華経八巻と禅道歌唱の手になる九巻の御書も置かれていた昔は蘭者香の香りに満ち満ちた部屋に過ごされた女院であったが今は怪しい香の匂いが部屋いっぱいに立ち込めているのであった障子にはいろいろなお経の文句を色紙に書き所々に貼り付けてあった 大江の貞本法師の「生がはるかに聞こゆ幸運の上」「少女大豪巣落日の前」という詩も見えたまた女陰の歌らしく「思いきや三山の奥に住まいして雲いの月をよそに見んとは」というのも書かれてあった。 隣のひとまはご神女であるらしく竹のたに朝の衣みのやぐなどがかかっているそのあまりのみすぼらしさに今さらながら昔の女院の日常が思いあわされぐぶした天うびと一同涙を押しぐうのであったしばらくたって後ろの山からみ染めの衣を着たまがた人 降りてくるのが見えた途中岩の険しいところがあるらしくしばらく織り悩んでいる様子であるあの者たちは鳳凰が訪ねると牢には涙を抑さえてお一方花籠を肘にかけ岩のツつじをお持ちの方こそ女院でいらっしゃいますもう一方の 細いたきぎとわらびをもっておいでの方は覚えてもおいででございましょう先帝のおうば、重平京の奥方で大納言の佐殿でござりまするそれではあの二層が女院でおいでか法王もしばしぼう然としてあまりにも変わり果てたお姿を見守るのであった一方女院は 突然の鳳凰のご行があまりにも思いがけぬことであったからどうしてよいやら訳が分からず立ちつくんでいた。いくらよを捨てた身でもこんなありさまでお目にかかるのは恥ずかしい消えてしまいたいくらいじゃと思いながら戻ることもできずと言ってご暗室へも近づけず立ち往生しているのを老二が走り寄って 花籠を受け取るとすぐに言った。何をお迷いなされることがありましょう。世を捨てた者の,の習いとして恥ずかしいということはござりませぬ。さあ、早くお降りになってご対面なされませ。と勧めたので女院もやっと決心されて暗室にお入りになった。仏のおいでばかりをお祈りしている私の前に。 あまりにも思いがけぬ人の訪れで、見苦しく取り乱してしまいました。いやいや、この世のことはすべて車輪の回るようなもので、いかなる快楽も全くつかの間の夢幻、流転極まりないものです。ただ、天人の悲しみは人間にもあったのかとつくづく思いましたよ。それにしても、 頼りをくれるるもののはあるのですか何かにつけて昔のことが懐かしいでしょうね。頼りといえば時たま崇房信孝の奥方がことづてを寄せてくれるくらいのものでございます。本当にあの人たちの世話になろうとは今の今まで思ってもみませんでしたのに。と言って涙ぐむのであった。でも このような身になった悲しみは言葉に尽くせぬほどでございましたが考えてみますれば一門の菩提を弔い忘れがたい剪定の面影を胸に朝夕勤め勤しむことは何よりのお導きと思うようになりました人生の儚さは今さら驚くにも当たりませんがそれにしても今のあなたのご様子を見ると どうにもつらいもいのです。と鳳凰もまた涙を拭うのであったややあって女院は静かな調子で長い物語を始めたのである私は清盛の娘として何不自由ない身分に生まれ宮中に入っては天皇の母としてこの世のもので思い通りにならない者は もありませんでした。摂政関白以下の苦行天上人からも定重にもてなされ清涼指針の豪華な宮殿を我が家として陥落に明け暮れる生活を送っておりましたそれが呪影の秋の初めでございました木曽義仲とか申す者が都へ乱入するとの噂に怯えた一門の人と共に 住み慣れた都を後にしたのが不幸の始まりでございます。裏伝い、島伝いの頼りない会場生活が始まったのです。私は初めてこの目で愛別陸、御蔵エクを味わったのでございました。ようやくたどり着いた筑前の太宰府では、これよしとか申す者に追われて、全く頼るところのない ののの身上になったのですこの年の10月には清恒の中将がこの世に見限りをつけて受水なさった悲しい事件もありましたこの頃は開けても暮れても船の上貢ぎ物など海の上ではあろうはずもなく食事もめったにできない日々でたまに食物が手に入っても肝心の水がなくてはどうにもならず それも、水の上に浮かびながら水を飲めぬ苦しみはまた格別でこれぞガキ道の苦しみかと悟りました室山水島の戦に勝った頃はそれでもまだ一門の者も,のも気を取り直し戦の準備に勤しんだものです脳死息体を鎧に変えて日夜戦に次ぐ戦の日々が始まりました しかしそれも一の谷を落とされてからはもう先が見えておりました。そのころ、ド殿が申されたことがございます。一門の運命も尽き果てたと思われます。この戦で男が生き延びることは万が一にも考えられませぬ。でも、女は殺さぬ習わしゆえ、 そなたはなんとか生きながらえて、主情の御世をも弔い、私の御世をもお助けください。そうおっしゃられた言葉を、夢の間に間に聞いたような気がいたします。気がついたときは、ド殿が先手をお抱き申して、船べりに立っておいででした。あのかわいい小さいお手を合わせて、 東を伏し拝みその後西に向かって拝まれた後沈まれた様子はどうにも忘れることができないのでございますとどまり残された人の嘆き悲しみの声はまさに共感大共感地獄の罪人もこれほどではないと思われるくらいでございましたやがて源氏の武士にとらわれの身となって 証しの裏についた時でございました。ふとうつらうつらしたまま夢を見たのです。昔の大理よりももっと立派な御殿に、禅定をはじめ一門の苦行天条人がずらりとお揃いで、ここはいったいどこですかとニードのに尋ねると、流谷城ですと言われます。 よいところでございますがここには苦しみはないのでしょうかとお尋ねすると「いえ苦しみはある」と留畜卿にも書かれておりますから「よくよくご世を弔ってください」と言われてはっと目が覚めました以後念仏に精を出しごぼだいを弔う決心をしたのですこの私の体験したことこそ まさに六道でではないかと思うのです女院の長い身の上話が終わると法王はほっと一息つかれた後で「現状三蔵は悟りを開く前に六道を見我が国の日蔵商人は蔵王権現の力で六道を見た」と言いますが。 間の当たり六度をご覧になるなどはめったにできないことですよ。と法王は感じいったように目を輝かされたやがていつしか金の声が夕暮れを告げ始めた積もる話も多くお名残も尽きなかったがようやく暗室を出られて法王は都へ帰られるのであった。 神輿が山あいの木立の陰に隠れ去るまでお見送りしながら女院は日頃は忘れていた華やかだった昔のことがそれからそれへと思い出されてくるにつれて暗室の障子に西の歌を書きつけられた「このごろはいつ習いてか我が心大宮人の小石らん。 いにしえも夢になりにしことなれば芝の網戸も久しからじなまた愚部に加わった徳大寺の大納言も今日の赴くままに一首の歌をいおりの柱に書きつけていった「いにしえは月にたとえし君なれとその光なき 宮の里山里の春も過ぎ夏も雪四季の移り変わりを何度も送り迎えている間に年月は夢のように過ぎていったやがて静かな草案暮らしを続けていた女院は病の床につく身となった。 ももとと覚悟の上のことであるから少しもお悩みの様子もなく中尊の持つ五色の糸を手にして「南無祭宝極楽世界教主三霊如来本願過ちたまわず必ず引上したまえ」と念仏を唱えながら静かに世を去った大納言の助局安房内氏が りりすがが、って声を限りに泣いたが静かな微笑をたたえたそのお顔からは何の苦しみも見いだせなかった「研究二年二月の中旬のことである西の空に紫の雲がたなびき珍しい匂いが部屋中に満ちあふれ絶えなる額の音が聞こえてくる中を昇天されたのであった」。 残された二人の女房は載の宮の時代から女院のそばを片時も離れず奉公したものだけに別れはいっそうつらかったらしい。ほかによるべのない身の上であったからそのままいよりに住み着いて仏寺を営みながらも二人とも静かに往生を遂げたということであった。 解説「私は子供の頃から薩摩びわが好きだったので大きくなってから自分で断層をやりながら歌ったこともある。もちろん音痴の私が歌うことのうまい道理はないが30を過ぎてから偶然の動機で聖母薩摩びわの師匠と知り合い聖派の豪壮な会長がことごとく文章 特に語呂の呼吸と物語の筋の一致しているところにあると思った。薩摩制覇の起点となるべきものは宿命の悲哀を直接に肉体にぶっつけてゆく一種の迫力であるが歌詞の大部分が平家物語に取材していることに私は最初キーの感じを抱いた。しかし後になって私の想像はむしろ逆であって。 平家物語の骨子となるべきものが琵琶によって語り伝えられていったと解釈する方が正しいように思われる。平家物語が日本の国民的叙事史として中世紀文化の伝統を貫く大作品であることは言うまでもないが一体このような計画と構成を誰がやったかということになると誰一人明確な判断を下し得るものはあるまい。 一般的にはこの作者は信濃の禅師雪長とされているが感情の累積による物語の構成はそれがただ雄大だとか複雑だとかいうだけではなく流動形式の自在奔放なことは到底一人や二人の人間の協力によってやり果たせることのできるような仕事ではないことを思わせる。おそらく 最初の立案者と執筆者は雪永であってもその後作品の中の特に感動的であって律道的な文革を保つ部分が琵琶法師によって歌われてゆくうちにこれを聞いた平家の残党やその当時の実情を知る人たちが一人でに集まってきてやれここは間違っているあそこはああすべきだと言って徐々に修正補足されていったものではあるまいか。 私の琵琶の師匠は千住の前と大原五行を最も得意としていたようであり私もまた特に千住の前に魅力を感じていた私は日本の物語の中でこれほど庶民の心を揺すぶり動かすような悲しい物語はあるまいと思っている特に平家の金たちが大部分生け捕りとなって 半年前までそこに栄養の限りを尽くして数々の思い出を残している京都の町を晒し者にされながら引き回される姿ほど世に哀れなものがあろうか。もちろん平家物語は完璧と言っていいほど守備一貫した形式を備えた叙事詩であるがその物語的内容の深さにおいては古今無類であると言ってもいい。 もしこれを適当に翻訳することができるとしたらただ日本の古典文学としてだけではなく東洋文学の代表作として世界的な地位を占めるのではあるまいかその表現の簡潔さと律道的な文脈の高さにおいて「平家物語」は今日においてさえ新鮮さを保っている。 この作品は冒頭の序言葉において暗示されているがごとく人間の宿命を宗教と一致させていくところに独自の方向と認識を持っているもののように思われるがしかし物語の中に現れた人間関係特に権力と寺院戦争と天変地異に応対する庶民感情の動きに重点の置かれていることは言うまでもあるまいそれが 中世紀日本の精神的要素を明らかにした意味において雄大な風俗詩であることの重要さを示すことはもちろんである。私は「平家物語」の完全な交互役を形成することよりもむしろ主観的な立場において「平家琵琶」の歌詞につながる俗説に基づいて誰にもわかるような物語を組み立ててゆくことにおいて意図を果たそうと試みたのである。 あらゆる部分にわたって不満は非常に多いがしかしこれが起源となって「平家物語」の原本を読もうとする人が出てくれば私の希望は半ば達せられたと言ってもいい昭和35年新春尾崎四郎。 この動画を作成するにあたりまして原文ならびに他の現代語訳とを比較しつつ一部原稿を修正して朗読しております詳細な修正箇所につきましては動画概要欄をご覧ください「現代語訳平家物語終わり」